今回は最近口だけじゃね、大口を叩いたのに大した記録を残せていない格闘家5人を紹介します。最初は俺たちのヒーロー、コージこと世界の田中コージさんです。私は大好きなんですが、コージの発言と実績にはだいぶギャップがあります。特に K-1 からライジンに転身後、多くの期待を集めながらも結果が伴わなかったことは批判の的となりました。コージの K-1 時代の最大の成功は2018年3月21日元 K-1 スーパーフェザー級王者の浦部博隆との試合で、コージは当時浦部を倒すと公言し、実際にその約束を果たしました。この勝利はコージさんに有言実行の男というイメージを確立しましたが、それ以降は目立った成績を残せていません。2020年9月27日、ライジンへの初参戦となったライジン24で、那須川天心との試合が大きな注目を集めましたが、天心に圧倒され、3ラウンドの判定負けを喫しました。この試合では、コージの強気な発言とは裏腹に、天心との実力差が露呈し、多くのファンが失望を隠せませんでした。さらに同年12月31日には、ライジン26で元プライド王者の五味隆典とスタンディングバウトルールで対戦しましたが、ここでも0対2の判定負けを喫し連敗。2021年6月27日、ライジン29のライジンキックワンナイトトーナメントに出場したコージは、1回戦でヤバい2期、梅野源氏と対戦しましたが、偶発的なバッティングにより梅野が負傷。試合はわずか43秒でノーコンテストに終わりました。梅野の負傷により決勝戦に進出するというラッキーをつかんだコージでしたが、決勝での白鳥大二との対戦では1ラウンドでダウンを奪われ、最終的には0対3の判定負け。この試合でコージはライジン参戦後3敗となり、試合後には引退を示唆する発言もありました。コージ自身は言ったことは必ず実行してきたと主張していますが、天心やゴミとの試合結果を見る限り、発言に見合う成果を上げられていないことは明白です。ファンの間ではビッグマウスとしてのイメージが強まりつつあり、批判の声も少なくありません。トップ選手たちとの試合で結果を残せず、その限界が浮き彫りになってしまったコージさん。試合スタイルはテクニックよりもハートで戦う印象が強く、ファンの支持を得る一方で技術面での向上が求められています。2024年7月スーパーライジン3でキックルールで負けているナマズくんこと芦沢流星と MMA ルールで再戦しましたが、0対3の判定負けを喫し、リベンジにも失敗しています。コージが常々言っているファンや若い選手たちに伝えたいメッセージは諦めないことの大切さですが、その言葉に見合う成果を今後どう出していくのかが課題ではないでしょうか。亀田恭之介は父が亀田史郎の次兄であり、亀田三兄弟のいとこにあたる末っ子長男として生まれました。6歳の時から叔父である史郎の指導のもとボクシングを始めますが、中学時代に一時非行に走り、その後18歳でボクシングを再開しました。2017年9月にはプロテストに合格し、プロとしてのキャリアをスタートさせます。京之助は亀田一族の伝統にのっとり、ビッグマウスで知られ、特に SNS 上では挑発的な発言を繰り返し、よく炎上しています。その中でもよく燃えたのはモンスターこと井上尚弥に対しての挑発です。井上尚弥が後期に、なんかごたごた言うてるけど自分で自分の価値下げるな、チャンピオンならチャンピオンなり言葉選べ、世界の壁自分が一番わかるやろ、それをごたごた言うて、もう引退してるのに今更何言うてん、ドネア戦も判定行きやがって、倒せや雑魚兄弟、弟なんかもっと弱い、やる俺と、これは井上がとあるテレビ番組の密着ドキュメンタリーで、自分がプロ転向する時のプロボクシング界が好きじゃなかった、勝てる相手を選んで試合をする、それがテレビで流れちゃうっていう時代だったんで、と亀田全盛のプロボクシング界に疑問を持っていたことを告白したことに対してのクレームでしたが、実際は亀田の名前は出しておらず、井上からすれば言いがかりに近いものです。しかも自分で勝手に連想して遠回しにいとこをディスってることに気づいてないのが草ですね。周囲に挑発的な姿勢は見せてはいるものの、京之助のプロデビューは試合前には、日本人選手は眠たい試合ばかり、瞬きできないような試合をすると豪語していたものの、2ラウンドで TKO 負けを喫し、デビュー戦は苦い結果に終わりました。試合後に控室で号泣する様子が放送されてしまった京之助、特大ブーメランが直撃していて草生えます。2021年には大阪府立体育会館で行われた日本フェザー級ユースタイトルマッチにおいて、花房弘樹に0対3の判定で敗れ、王座から陥落。この試合では判定に不満をあらわにし、リング上でレフェリーに暴言を吐き、控室に戻ってからもこんなんでボクシングやってられないと怒りをぶちまけると、この一連の行動により激横な JBC は、
京之助に対し6ヶ月のライセンス停止処分を下しています。悪いところだけ亀田家の血筋を見せてしまう京之助の SNS での言動やビッグマウスぶりはボクシングファンの間で賛否両論を巻き起こしています。私は大好きなんですが、ボクシング界の活性化に貢献している面もなきにしもあらずなので一概に否定することはできません。できればビッグマウスに見合った実績を成し遂げてほしいところですね。次は2019年から2020年にかけて日本の格闘技界で圧倒的なカリスマ性を誇った朝倉未来です。戦績は23戦17勝5敗とまずまずの成績ですが、2020年にライジンで斉藤豊やプレベル小池に敗れたことから格闘家としての求心力は徐々に低下しました。私は大好きなんですが、その一因として指摘されるのがミクルの一貫性のない発言とビッグマウスの発言の多さです。2020年9月に行われた斉藤豊戦前のインタビューで練習時間について尋ねられると、朝練だけです、スパーリングを8、9ラウンドこなして夜は9時くらいに寝ていますね、軽い口調で答え、斉藤の対策は特にしていません、レベルが違うので全部俺の方が強いと思っていますと余裕を見せていましたが、試合は判定で敗北。ミクロのビッグマウスが裏目に出た例と言えるでしょう。また2023年7月のスーパーライジン2でのブガール・ケラモフ戦でも、試合前に俺を簡単にテイクダウンできるとは思わない、テイクダウンを切られる展開になると自信を見せていましたが、結果は知っての通り、一撃も攻撃を出すことなくケラモフの片足タックルを許し、テイクダウンからパウンドを浴び、最後はバックチョークで一本負けを喫しました。試合後のミクルの発言も言い訳めいたものが多く、ファンからバッシングを受けました。その後は格闘技へのモチベーションが激落ちしたのか、2023年11月にはファイトクラブでキックボクサーのヤーマンとオープンフィンガーグローブでのキックルールで対戦するも、この試合でも1ラウンド1分17秒という速さで KO 負けを喫し、完全にオワコンの段階に入ってしまいました。2024年7月28日スーパーライジン3では再起戦で因縁の平本蓮と対戦しましたが、1ラウンドに左ストレートでダウンを奪われ、パウンドで MMA キャリア初の TKO 負けを喫し連敗。翌日自身のインスタグラムで、自分が戦うのは一旦終わりにします、格闘技が人生だったと思う、ありがとうございましたと引退を明言しています。ミクルはこれまで多くのベルト体感のチャンスを逃してきただけでなく、度重なるビッグマウスがブーメランとなり、自らを苦しめる結果となりました。ジ・アウトサイダーを経てディープやロード FC で活躍、2018年にライジンへ初参戦し7連勝を記録した頃はギラギラとして格闘家の魅力にあふれていましたが、2022年9月にフロイド・メイウェザー・ジュニアとボクシングルールで戦い、2ラウンド TKO 負けを喫した影響が大きいとされています。輝いている時代を見てきただけに若干切ないですね。次は海外のビッグマウス野郎に目を向けてみましょう。シェール・ソネンは戦績49戦31勝17敗とまずまずの記録を持つ UFC 初期の名物ファイターです。ソネンが注目されたのはその実績ではなく、挑発的な言動、いわゆるトラッシュトークによるものです。特に UFC でのアンデウソン・シウバ戦がソネンのキャリアのハイライトといえます。試合で見せたパフォーマンスよりも試合前の攻撃の方が冴えていました。2010年8月のアンデウソン・シウバとの一戦では、ソネンはアンデウソンの出身地であるブラジルをディスる発言を繰り返しました。ソネンは過去に、俺がラスベガスに行った時にノゲイラ兄弟はアメリカに初めて来た、バスが赤信号で止まった時にノゲイラ弟はバスに人参を与えようとしてノゲイラ兄は愛撫してたんだ、彼らはバスを馬と勘違いしてたんだ発言するくらい、ブラジルの民族や文化に対するディスまでかましていた選手。人種差別を盛り込んだトラッシュトークはさすがに侮辱と捉えられて大きな批判を浴び、かなりブラジル人に嫌われて、その結果2013年にはブラジル人に襲撃されています。自業自得ではあるものの、ハードコアすぎてビビりますね。大口を叩いたものの、試合ではアンデウソンに圧倒されるソネンさん。2012年7月7日シウバとの試合では、試合開始からソネンはテイクダウンを繰り返しパウンドで攻撃を続ける。4ラウンドまでのジャッジの採点で40対34、40対36、40対35と大差をつけていましたが、最終ラウンドの5ラウンド後半に腕ひしぎ三角固めで大逆転の一本負け。しかも試合後には薬物検査でドーピングが発覚して6ヶ月間の出場停止処分を受けているのだからダサすぎます。また2017年6月に行われたベラトールでのバンダレーシウバとの試合でも、ソネンは今日は1年で最も日が長い日だから、バンダレイにとってはキャリアで最も短い日になるだろうと挑発。
結果的にはソネンが判定勝ちを収めましたが、もはや試合内容よりもトラッシュトークの方が気になりますね。その後2018年10月にはヘビー級に転向し、元プライドヘビー級王者のフィョードルと対戦しましたが、その時もフィョードルの日本での戦いはフェイクだと発言し、日本の格闘家からのヒートを買いました。相手をディスるコメントを繰り返しましたが、結果は1ラウンドでソネンの KO 負け。ソネンはトークでは相手を打ち負かすものの、肝心の試合では相手に勝利することができないというパターンを繰り返し、最終的には2019年6月に引退。ソネンは結果を残せなかった格闘家の一人ですが、そのビッグマウスと個性によって一時代を築いたと言えるかもしれませんね。ラッパーになっていたらもっと有名になっていたような気もします。最後は世界的な人気選手コナー・マクレガーです。かつては UFC で一時代を築いた選手ですが、2021年のダスティン・ポイエー戦以降オクタゴンに姿を現していません。かつて UFC で2階級制覇を果たしたザ・ノートリアス、マクレガーはファンから圧倒的な支持を受けながらも、近年は戦績に陰りが見えています。そんな中、2024年6月29日に開催される UFC303 でマクレガーがマイケル・チャンドラーとの対戦を予定しているというニュースはファンにとって朗報でした。マクレガーのカムバックが待ち望まれ、再びオクタゴンでの激闘を見せてくれると期待されていたにもかかわらず、この試合もマクレガーがトレーニング中に足の小指を骨折したことで中止。チャンドラーは約2年間もマクレガーとの試合を待ち続けていましたが、その願いが叶うことはありませんでした。なんか重い片思いみたいですね。マクレガーの戦いに関しても近年は陰りが見え始めています。特に2021年のダスティン・ポイエー戦では足を止められたことで連打を浴び TKO 負けを喫し、試合後松葉杖をついた痛々しい姿で会場を後にしたマクレガーの姿はかつての栄光とは程遠いものでした。この敗北を受けてボクシング界のレジェンドであり、かつてボクシングマッチを行ったフロイド・メイウェザーからコナーは自分の競技でも勝てなくなっている、それなのにパッキャオとボクシングで戦うことを交渉している、誰もそんなことを見たくない、残り物が残り物を食べているようだなどとバッサリと切り捨てられる始末、容赦なくて草生えます。マクレガーはかつてビッグマウスとして知られ、挑発的な言動と大胆な発言で多くの注目を集めましたが、実績が伴っていたからこそスターになったのです。しかし近年の戦績から見ると昔のような勢いはなく、かつてのカリスマ性を失いつつあります。マクレガーが再びオクタゴンで輝きを取り戻す日が来るのか、それとも過去の栄光にすがるだけの存在となるのか、その答えはマクレガー自身の手に委ねられています。続いてはフォーアタン・アレックス・ペレイラといきたいところですが、好きな女の子の私服が湿布村だったので黄昏れてきます。では次のファイトでお会いしましょう。それではまた。